このゲームの舞台はバイエルンのホームアリアンツアレナ。スタジアムに詰めかけたサポーターたちの声援でチームの士気は嫌な上にも高まります。この時間はバイエルンミュンヘン対バイエルンミュンヘン、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですがこちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。バイエルンミュンヘン対バイエルンミュンヘン、この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね。自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていく。シュート、セグ、ロングボールを縦に送る。このボールはつながりません。三浦、裏へ届くか、自分で行く、シュート、バイエルン相手に先にゴールを決めました。レバンドフスキ、北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きと決めれるところで決めることができる決定力がこの素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。さあバイエルン、この早い段階で先制しました。いやリードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間帯がいいですよ ね。 ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね、はい、主導権を握る意味では大きなゴールになりましたよね。デイビス、アラバックからミューラー、裏のスペースを狙う、ローグラスコスタから中、シュート、バイエルン追加点。この短時間で追加点。今のゴールなんですが中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いやチーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックですよね。さあバイエルン、さらに1点を追加し2対0としています。いやこのチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。そうですね、スルーパスを出す。いやいいボールだ。さあカウンターを仕掛けます。ボールの角のパスクリアです。ローグラスコスタ、ローグラスコスタからのフィードボール、バイエルン、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。おっと裏のスペースを狙う、ボールを受けて、この辺は人に対して厳しくいってますよね。バイエルン、ここでファウルをもらいます。パバール、先ほどのファウルはイエローカードが出ていました。いやこういった一つのね、あのプレーによって状況変わってきますからね。レバンドフスキ、サイドを使う、おっといいボールですよ。切り込んでいく、ここアウトまで来た、決めた、危ない、さらに来る、バイエルン、さあこれであと1点差。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。さああと1点です。バイエル、バイエル、
これは奪い返します。ペースを狙った。ボアテング。バイエルンがこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいでしょうね。スルーパスです。これはスローインとなります。ドウグラス・コスター、長いボールを送ります。レバンドフスキ、アラバ、裏へのスルーパス。ここはドリブルで上がる。どうする、どうだこのシュート。パスを受けてシュート、しかし決まりません。ここがシュート、そして最後のコントロールギリギリまで見てますよね。ここはすぐ奪い返します。バイエルンか、いけるか、場面でした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。バエル奪い返します。アラバからレバンドフスキ、レバンドフスキから右へ、出るか、打つか。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。前半を終え2対1。いやー、北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、凄まじい展開になりましたね。この2-1というスコアですよね。やはり次の点によってやはりどちらが勝つのか決まってくるところありますからね。バイエルとしては後半もね、今の状態をキープしつつ、もうさらに踏み込んだところで相手の隙をついていくというかね、そういったアイデアが必要になりますよね。バイエルンミュンヘン対バイエルンミュンヘン。それでは引き続きゲームをお楽しみください。参りましょう。バイエルとしては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。バイエル、これは奪い返します。レバンドフスキ、このボールに触ります。スペースを狙う。ミュラー、中央へ。ハビ・マルティネス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ボールのどこのパス、デイビス、一呼吸を置きます。縦へのボール、ドウグラス・コスター、ニャブリ、体を張ります。これはファールです。ファールからアーチのようなパス、クリアです。裏へ届くか、裏へ飛び出した。さあ一気にカウンター、抜けてくる、どうだ。ドウグラス・コスター。バイエルン現在このセカンドハーフ立ち上がりをビハインドという形で戦っています。まあこの後半の入り方で主導権が変わってきますからね。まずは相手より先に掴むことですよね。まあそしてもうこれ以上失点しないことが重要になりますよね。バイエルンが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ミューラー、どうされた、オフサイドです。
バイエルンとしてはまずは自分たちのスタイルを取り戻すことを考えてプレーしたいですよね。そのためには自力で流れを引き寄せないと道は開けないですよね。ボールはクリア。うまいですね。抜けてくる。これを拾いたいバイエルン・ミュンヘン。ドリブルで仕掛ける。この柔らかいパス。ドウグラス・コスター。ニャブリ。ここはファールです。キーパーへ。パバール。パスを狙う。ドウグラス・コスタからミューラー。スペースを狙う。ゴレツカからこのフィードパス。ここはすぐ奪い返します。バエル。スペースを狙った。裏へのスルーパス。ルーズボール。さあ一人で持っていく。来た。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。練習集中してますよね。このボールはカットされます。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。上げる。そのままキーパーが抑えました。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。カット1対1。これはキーパーよくしのぎました。ちょっと押し出しが大きくなってしまいましたね。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。バイエルンが最終ラインまでボールを下げ出るか。バイエルン、ここクリアで難を逃れます。ゴレツカ、これはつながりません。ここでファウルがありました。残り5分を切っています。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。パバール、右サイド上がる。裏のスペースを狙う。ミューラーからアラバ、スペースを狙うと呼んでいた。アビ・マルティネス。ゴレツカ。タッチ終わったところで笛が吹かれました。試合終了。2対1。バイエルン敗れました。前線及びません。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。バイエルンとしては先制点を許したことによって先に相手の流れになってしまった。今日の敗因はこの部分が大きかったんじゃないでしょうかね。そうですね。ありがとうございます。